アーゼガム、テルフィー、マクレスターユナイテッド、マルガーニ。これ知ってる人いたら俺と同世代かもしれない。はい、どうも、キタスラです。ということで、今回はドリブル講座をやっていこうと思う。ということで、今回紹介していくドリブル技術は、緊急停止講座、こちらやっていこうと思いますよと。はーい、トレーニング画面やってまいりましたよ、ということで、まず、緊急停止って何ぞやと言うと、まず発動方法なんだけど、シュートゲージをまず貯めて、左を2回タップ。これで発動するんだけど、これ意外と難しいのよね。まあ、とりあえず今やってみるんだけど、こんな感じ。うん。こういう風に発動ができる技だね。こうやってシュートゲージ貯めてピタッと止まる。これが緊急停止なんで、ぜひ覚えてくれ。で、これ、緊急停止なんだけど、発動結構難しくて、シュート打っちゃったりする人多いと思うんだよね。で、俺なりにやりやすいやり方2つ紹介していくんだけど、ごめん。まず、クラシックしかちょっとよくわかんないから、アドバンスもちょっとね、これのやり方を応用してもらってやってもらえればね、いいかな。まず1つ目の方法なんだけど、これ右と左の操作を、ほぼ両方同時にやる。うん、これになるね。というのが、まあ、例えばシュートゲージ貯めながら左を3回ぐらいタップする。うん。これがめちゃめちゃ発動しやすいんだよね。ポンポンポンと。ポンポンポンと右左で両方とも操作をする。まずこれが一つ目。で、二つ目なんだけど、右左で交互にタップをする。やってみるんだけど、右見えないかわかんないんだけど、これ右左。これで緊急停止ができるよね。なんでできるかちょっと俺もよくわかんない。以上説明した二つか、シンプルにシュートゲージを貯めてすぐにダブルタップ。うん。このやり方になるんで、ぜひ皆さんね、覚えてくれと。じゃあこの緊急停止の強いシチュエーションだったり、どういった時が強いのか、うん。これを説明していこうと思う。まず一つ目なんだけど、こういったサイドのエリアでダッシュをしてる際に、相手も並走してるシーン。うん。こういった時に、こうダッシュして緊急停止する。こうすることによって、相手はもう車のごとく。うん。車は急に止まれません。うん。それと同じで、相手も急停止ができずに置いてかれる。うん。それでここで緊急停止して逆にこう切り返す。うん。これがめちゃめちゃ強い。で、二つ目が緊急停止をして相手にプレスをさせて逆に切り返して抜く。これだね。緊急停止をすることによって相手に詰めさせる。そしてスライドでこのまま抜く。これがね、めちゃめちゃ強いのよね。以上の二つだね。簡単に説明すると、こうやってダッシュして相手を振り切るために使う。もう一つが相手にプレスをさせるための、技術。うん。この二つに分かれるんで、ぜひね、この二つ、要注意して使ってくれ。緊急停止の基本的な組み合わせは、こうやってやって逆にスライドドリブル。または、緊急停止したらダブルタッチ。この二つがぶっこりと強いんで、この二つだけは意識して使うといいかもしれない。で、俺がよく使うエリアなんだけど、まず一つ目はこのサイドのエリアで、ね、このサイドのエリアで緊急停止して逆にこう切り込むと。あとはこの中央気味のエリア。うん。中央気味のエリアで、こう緊急停止して、中に切り込んで、このままシュートへ持っていく。うん。こんな感じで俺は使い分けてるね。で、タイミングなんだけど、これサイドに関しては相手を置き去りにするんで、例えばダッシュしてる時に緊急停止する。自然と相手はこのまま前に進んでるんで、逆にこれ行く。だからタイミング自体はそんな難しくないね、こっちは。で、二つ目がなかなかちょっと難しいんだけど、ダブルタッチで抜けない距離だね。うん。ダブルタッチでギリ抜けない距離の場合に、緊急停止を使う。で、相手は自然と寄ってくるから、そしたら逆へこのまま切り込む。これをね、意識するとやるかもしれない。はい、ということで、急がば回れのごとく、一旦停止してお茶でも飲もうやって技の緊急停止を紹介していったわけだけど、言葉だけじゃわかんないと思うんで、オンラインでの実践編をね、ちょっと紹介していくんで、ぜひそちらの方をご覧いただければと思う。つうことで、レッツゴー。まず一つ目のシーンなんだけど、ここ並走してるよね。で、ここで緊急停止で相手を置き去りにする技術の一つだね、これは。で、このままダブタでシュート、マジで強い。このシーンも置き去りのシーンなんだけど、これテオエルがついてってる。で、ここで緊急停止、そうするともう引っかかってるのよ。基本的に相手ね、マッチアップをしてくるから、マジ刺さるのよね。このシーンは、見てこれ。これも、カイルウォーカーがついてってる。で、ここで、緊急停止。そうすると、あーってね、ヨッシーです。ヨッシーウォーカーさんになっちゃって、決めていくと。これは相手を誘う緊急停止だね。もうここで緊急停止して寄らせて、もうその前から引っかかっちゃってるもんね、てか。マジでマッチアップにも強い技だから、これ最強なのよ。
これはちょっと応用編なんだけど、これは2連緊急停止だね。まず1回で、これ距離遠いね、相手との。で、そしたらもう1回緊急停止で相手を誘う。でもこの距離で引っかかるってもうどういうことなん？マジでレオンがやばいのかな、これは。で、シンプルにね、こうダブタでシュート。これも相手に寄らせる技術だね。ここで緊急停止をすると。ダブタじゃ抜けないからね、この距離は。そうするとこれ寄ってくる。これね、俺の予想がね、アカンジが来ると思った。はい、ご覧いただけましたでしょうか、ということで、ああいった形で相手をね、置き去りにするために使う緊急停止であったり、相手にプレスをさせるために用いる技術だったり、そういった形で2つに分かれた目的があることを知っていただけたでしょうか、ということで、みんなもね、ぜひ、こう言ってピタ止め。ピタッと。ということで、みんなもね、ぜひね、こうやってピタッとボールを止めながら相手を嘲笑うかのように、かわして楽しんでいきましょうや、ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。